潜入海里，先看到了在台湾已经有多个种类被列入保育的砗磲贝。它是属于世界上最大的双壳贝类，厚重的波浪形外壳加上长着共生藻的外套膜，是最明显的特征。こちらは出水管という器官です。水が出てくるところですね。一方こちらは入水管。この器官で貝は呼吸をしたり、餌を食べたりするんです。大きさは45センチほどで、沖縄で見られる貝としては最大クラスです。另一种20公分大小的砗磲贝。周りにあるサンゴと比べても鮮やかなブルーがとても綺麗です。よく見るとシャコガイって地味ではないんですよね。还有藏在岩石里的。シャコガイの3種類目は岩に埋め込まれたような貝、ヒメジャコ。どのようにしてこのような状態になるのかというと、体内から出す塩酸で周囲の石灰岩を溶かしたり、殻の外側にあるヒダで岩を削って自身の成長とともに体に合った穴にしているんです。いや、衝撃的な映像です。说到底，这样的贝类根本完全无法移动，大自然的奥妙充分显现在湛蓝水中世界。看起来沉静的海贝在环境中发挥原有的特色，并且坚韧的生存着。再来到与那国岛的地底遗迹，发现这个夜光贝。大きさ25センチ。日本で見られる巻貝の仲間の中では最大級の大きさです。見ての通り、藻がたくさん生えてますよね。稍微琢磨就能变得耀眼。夜光贝其实不像名字那样是有办法自体发亮的，它最原始的名字叫做乌九贝。画面里一只像触角又像鼻子正在蠕动的水晶贝，身上点缀的是黑心珊瑚，相当特别。而这个又叫做美贝的水晶贝，只有冲绳大埔湾才能看到。它本身就是相当珍贵的物种，身上背着珊瑚。2005年，当时还一度引发话题，被称为“行走的珊瑚”。接着是褐色又发亮的小东西，体長は1センチ。本当に指の爪くらいの大きさで、かなり小さいんですね。そうなんです。これはタカラガイの赤ちゃんの可能性があります。移動的時候、全身出現缀滿七彩花邊的触角、想要不注意都很難。俨然是海貝界的明日之星。而鏡頭正在拍的超迷你生物、好像是扇貝的小寶寶。口を大きく開けてジャンプ。お、飛びましたね。はい、なんか行動もホタテガイと一緒ですね。本当ですね。赤ちゃん頑張ってほしいです。相当资深的海底摄影师也巧遇叫不出来的海中小生物，赞叹连连。貝殻が本当に綺麗でした。綺麗。そして中から怪獣のような顔が出てくるギャップ、惚れてしまいました。体長は1センチで、こちらも名前は調べてもわからなかったんですが、小さい体なのに魅力がいっぱい詰まってるんです。微小又可爱，一个又一个不知名成长当中的迷你贝类，无比生动活跃，让整个冲绳海域展现出让人惊喜的生命力。TVBS 新闻，徐启芳综合报道。